ゃんだよ。私のお仕事手伝うためにって先生が作ってくれたの。キモ。あれ？どうしたの？トトリちゃん、私もその子欲しい。あ、ダメだよ。チムちゃんは私のなんだから。じゃあロロの先生に頼んで私の分も作ってもらって。それは難しいんじゃないかな。すごく特別な材料が必要って言ってたし。そんな、ずるいわ。そんな可愛い子トトリちゃん独り占めなんて。キモ。わがまま言わないでよ。あ、ほら、チムちゃんも困ってるし。あ、ごめんなさい。つい取り乱しちゃって。仕事してない時に一緒に遊ぶくらいはしてもいいわよね。それくらいだったら。ありがとう。私はゼツイっていうの。これからよろしくね、チムちゃん。キモ。まあ、気に入ってくれたみたいだし、これはこれでいいのかな。